雰囲気だいぶ変わったね。髪型かな。はい。身長の変化があったの。身長は変わってない。あったの。身長は変わってない。あった。身長は変わってない。心境心境。あ、心境変わってない。どういう身長の変化？いや、身長変わってないですね。違う。身長じゃないの。身長変化あった？身長変わってないです。心境の変化とかあった？あ、身長は変わってないですね。心境なんだよ。ありがとうございます。あった。身長は変わってない。いや、身長は変わってないですね。いや、身長は変わってないです。身長は変わってないですね。すいません。持ちネタです。あ、これネタなの？これもしかしたらこれやってんじゃないかっていうことですね。マリケット持ちネタなのこれ？やりました。持ちネタなのね。あ、でも心境聞いたら出てくるって。はい、うん、ジミちゃんやってる？やってるやってるみたいなことなんだ。ジミちゃんやってる？やってて。おなじみのやり取り。いや、これは持っといた方がいいね。うん、誰か来るから絶対いろんな番組出た時に。対応させてもらいます。うん、これもどんどん出たっていうね。はい。やったんだね。うん。これナイスボケだね。まさかの加藤さんがナチュラルに振り込んでたと。そう。そう。いうことだった。だからもしかしてあの初めてテレビ的に髪変えたの。いや。色。別にあれだから俺に心境の変化あったのって聞かすために髪染めてたらとんでもないやり手だなと思ったんですね。あえてね、振ってこい振ってこいと、うん、そこまで計算できない。そこまで計算してない。でも振られたからそれはネタで言ったと。いきなりフラッシュバックしてきて、うん、今の映像を本当に三次審査の時と全く同じやり取りがあったので、うん、やられたわ。どうですか、いわゆるプレデビューデビューが決まって周りの変化とか心境の変化っていうのはありました？何か変わりました？マルト心境の変化あった？いや、心境変わってないです。心境すいません。早くなってきちゃった。答えの早すぎる。ちょっと考えてってパッて人もあった方がいいね。人もね。さあ今日はですね、ついにギフテッドでメジャーデビュー、はい、BE:FIRST の皆さんをお迎えしております、ね、どんどんメンバーに聞いていきたいと思いますけれど、はい、まあ、マルト君は、はい、まあ、デビューにあたって、はい、あの心境の変化とかあった、はい、あの心境の変化とかあった、はい、あ、身長は変わってないですね。身長は変わってないですね。心境なんだよ。ありがとうございます。定番のギャグになってきたね。ギャグなのこれ。待ってる目してたもん。ずっと待ってました。加藤振れよみたいな。ちなみにマナティーの身長は173センチです。